なら今日は見回りもあらへんし、みんなでマッスルパワー。俺パス。だったら手伝うぜ。君らのどれでもないな。ああよかった、気がついた。さくら君、昨日は安西君と話せた？あ？あ？何これ？ラブレター？茶封筒でラブレターはねえだろ。待てよ！クズどもが。お前には関係ねえだろ。安西。俺の幼馴染み、長門だった。行くぞ。なんで桜まで行くんだよ。約束しちまったからな、あの女と。長門ってやつ。片割れなんだ、君を守るから無敵だ。だから杉下くんも来てくれるって。写真の感じ、あんまりうかうかしてる暇なさ。